保全作商畜売茶碗高さ7.6、合計11.9個南洋史跡、円満院三井寺門前より見た、現在の洋スキン乱種ン法文茶碗湖南焼は1851年から1854年の間に、滋賀県大津市町と山下、札の辻、または、恩城寺高官町地域で作られた陶磁器である。落款院には、長らく、川浜市流、 三井五浜の大夏を持ち、長楽保全が最後に築いた窯として、近世当時史に名を残す。1851年に、円満院門関角と方針論の支援により、長楽保全が開け窯する。いろいろな階層の人々に接して、川浜焼き、三井五浜焼き、長良山焼きなどを試みるが、1854年保全の死去により廃れる。伝来品は、 数少ないが、保全裁判年の策として名品が多く高い評価を得ている。また、釜跡は未まだ不明のままである。地域住宅の変貌及び京都に通じる疎水路工事による地層変化のため、現在では釜跡の発見は不可能という説が有力である。伝来品は、茶道具、煎茶道具、雑器など様々なものが現在伝生している。また、 短期間で住居を移転し、その都度作風も変化している。主な作風として、小水、古染付、赤絵、金断種、鉄絵陶器が多い、ただ特筆すべきは、金彩の作品が特に多いことである。豊富に金を使うことによって何を意図したか不明で、あるが、金星最後の名工としての自負が感じられる。また、滋賀県立陶芸の森に所蔵されている。 金断酒、龍門場上杯などは、同時代の焼き物には類を見ない形で、当時西洋より輸入されたガラス機の影響を受けたものと考えられる。晩年、息子は全と不仲になり、京都を離れ地方を売る転するが、強い個性ゆえ他と交えることができなかったのであろう。古難焼きの特徴といえば、保全の個性的な想像力といっても過言ではない。それゆえにこそ現在まで、 作品の力が衰えず、魅力を保っている。同時代の名校、青木木兵衛、高橋道八に比べ不遇な晩年であったと語られるが、作品より奏でられる高い品格がその説を砕く。晩年まで貫いた創作力の強さこそが、真の保全の姿であったと考えられる。紀州徳川家の快楽園に焼き、摂州高槻城主。 長井直樹による高月焼をはじめ各地の大名や、門跡寺院など、各地のお庭用に招かれて、指導に当たったことは、当技の伝播を考える上で、当時史に、不動の功績を残している。古南焼き、波英楽保全公州維持山の変な柄山の土を、取り離生する書と、うんひある波動書に用を、回帰たりともいう何がしになる箇所を必ずそのせい、する書直染付けお尻面に、 コナンにおてえ楽らくこれ作りときセリフして言うえ楽らくの、家にしばらくしを、宿りきせて問いふもさらにとくるしなし著作権、文化庁長官裁定、最低年月日、二2006年1月23日。ありがとうございます。